タッチスロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗はサマイ数のみにより決着する。勝敗により勝ち点を獲得。また今シーズンより設定予想による勝ち点獲得をはじめ、その日の収支によるポイントや獲得枚数に応じたポイントを得ることでも勝ち点を獲得。より熱く激しいバトルが繰り広げられることとなった。各リーグトップとなった者だけが許される決勝戦。優勝するのは一体誰だ。パチスロバトルリーグ。はい、どうもパチスロ消防のトッパチです。以上です。はい、グループ A 第3戦、はい、となりましたけど、はい、前回の戦いの方を振り返ってみましょう。あ、そういう感じで入ってきますか。はい、久しぶりですね。久しぶりです。はい、相当やばいんですよ。だから部長くんがマイナス1と、これが問題なんですよ、こいつが。でも前回は見てないんだけども、いや、グダグダですよ。グダグダだった。いや、2人ともグダグダだったんですけど、うん、これ4万負けて、僕6万負けましたから、2人で10万ぐらい負けてですよ。で、予想したわけですよね。南国育ち打ったんですよ。すごい初当たりからの ART 突入率良くて、まあ5かなと。で、1だ。1だった。やっぱちょっと本当なんですね。いや、いつも1で出すじゃん。まあそれはいいけど、まあ、結果ね、はい、こんな感じでね、だから相当水開けられてるんですよね、まあ、うん、もう枚数ポイントとか狙っていかないと無理ですよ、これ。だから、いや、今日どうするのって話なんですけども、はいはい、まあ、イベント内容もある程度こう発表されてるんですよね。まあ、今日は7の月の、はい、有効ラッキーセブンで、はい、まあ、5台以上の設置機種に、うん、まあ、キング投入と、はい、では一番期待設定ということですよね。あとオキスロの日ね、はい、サンサンハナハナ、はい、ハナハナの日、ハナハナハナ、サンサンハナハナです。あ、はい、よくわからんけど、はい、まあ、NG 機種は、まあ、アイムジャグラーでね、ラー設定カンパが簡単だから、はい、優しいですね。あの、トッパチさんちょっと若干間違えてますね。今あの枚数ポイントとか狙いに行かなきゃいけないよって言ってるのに、アイムジャグラーを打つわけないじゃないですか。いやいや、出るよ。え、あいつはだから、まあ、もうアイムジャガーを否定するわけじゃないですけど、うん、僕アイムジャガー打ってる場合じゃないですから。そういうところで、まあ、あの全然問題ないんですけど、うん、帰ってご都合なんですけども、アイムジャガーで打ってる場合じゃないですよ。これですからね、分かってます。だからアイムジャガーは最後にね、あの高設定ポイントが見えたら座って打って、はい、ね、設定ポイントを稼ぐと。あ、なるほど。あと、もしかしたらパーンとね、ボーナスピック引けるかもしれないんで、はい、そのためにね、NG 機種にしたんで、まあ、じゃあ最初から南国行ってよ。ってよってのも何なんだろうね、すごいの来ましたね。あの、だからまあ、うん、本当はだから僕、台数少ないとこ行きたいんですけど、そういうとこ、おそらく競争率高いですから、あ、うん、だから番号悪かったら、ちょっと台数多めのとこで、うん、行こうかなと思いますけど、値段は正のいい、ちょっと、まあ、パッチの効いた機種を。とりあえず打つ機種は番号しないってことで、2人とも。ただ、1個問題なんですよ。はい、僕ね、四十肩になって知ってます？いや、知らない。右肩上がんないじゃん、あんまり。あの、30代でもなりますんでね、気をついた方がいいですよ。ああ、せいはブログに書いてあったんです。上がんないじゃん、右手マジで。これじゃあオキスロ打てないじゃん。バコンバコンですね。だからいまいちね、気持ちよくパッチ打ててないんですけども、うん、ただもうそんなこと言ってられませんのでね、ストップザ嵐のストップザ嵐ですよ、そんなこと言いたくないけど。本当にね、毎日ちょっと出しましょう。はい、頑張りましょう、ね、この。はい、はい、それではトッパチさん、はい、あの決め台詞で、あの決め台詞で、じゃあそれでは実践の方に参りましょう。レイ、わかる、これドンタラボルか。そう。今回撮影に協力していただいた有効ラッキー大宮店は、JR 大宮駅東口を出て徒歩3分、パチンコ540台、スロット350台、駐車場完備の大型店。当店のおすすめイベント、毎月7のつく日開催、有効ラッキーセブンデー、不定期プレミアム開催、ドリームスロットデーなど、地区最強イベントを開催しています。お客様のご来店、スタッフ一同、心よりお待ちしております。パチスロバトルリーググループ A、トッパチ VS 牛尾。入場抽選による結果、牛尾の30番に対し、トッパチが131番と大きく差が出た2人。まず先に入場となった牛尾が向かった先は、よし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 、ね、入場順が30番だったんですけど、
5台以上の機種に一応ログが投入されると。で、機械割りからいくと5台の機種、まあ言ったら5台の機種に絞ってるんですけど、銀河英雄伝説、うん、でその次がカイジ、機械割りの順番で言うと。であとまあ例えば桃鉄とかホットショーとかあるんですけど、もうノーマルタイプはちょっと今回に関しては、ね、打って場合じゃないっていうのがあるんで、であとねその辺はおそらく、うん、まあ銀河英雄伝説のカイジとか、まあ、最近前の人うわっとそっちの方の島行ったんで、もそっち行ってから多分こっち来たら間に合わないっていうのがあったと思うんでね、とりあえずハードボイルド5台と、5台の島の、だ5台島で ART 機って銀河英雄伝説とハードボイルドしかなかったんですよね。だからねちょっとこれで行ってみようと思います。対して131番目入場とほぼ最後尾からのスタートとなったトッパチ、131番だったんで、多分五大島には座れないと思います。あ、開いてんな。一応見てみましょうか。うん、ダメですね、開いてないですねキャッツアイなんて誰も座んないのかよ。まあ機械割りが高い台とか開いてんですけどもね、これだけの台数で多分6が1台だと思うんで、ちょっと座りたくないですね。多分3台とか誰も座らないですね。今日花々の日なんですけども誰も座りません。では僕は誰も座らない、誰も、あ、1人だけいるな。2027セカンド打ちます。この台はですね、あの設定変更時に高確率スタートなんですね。だからあの朝一、まあ、10ゲーム程度回して高確演出が発生しなければ設定据え置きと判断して大移動を繰り返していきます。で高確演出が発生したら、まあ、粘る形で打ってみたいと思います。前台打ち直してたらね、分かんないんですけどもね。機械割りの高い五大島に空き台が見えないため2027セカンドを選んだトッパチ、この作戦見事ハマるのか。まあハードボイルド、うん、ざっくり言うと、まあ、ボーナスの合算確率とあとスイカの同時当選期待度ですか。お、これね、こっから行ったっていうことはこれ共通の可能性がありますね。共通だったら1で 50%、 6で 33%。 共通の方はね、逆にだから外れると高設定の可能性が高まるっていう特徴ありますからね。ただまあその共通の成立って 100% 見抜けるわけじゃないというところでね、この共通10万、あ、まあ今三択か共通か外部から見分けつかないんですけど、まあ三択の方はねもうほとんど当て連続演出とかに行かないはずなんで、逆に左ボーナス柄からの10枚役揃いから連続演出に発展すれば共通の可能性が高まると。あの設定カンパーの部分に関して言うと、まあ、どちらかというとまあ難しい部類だと思うんですよ、まあ、予想するのは要は難しくないというか、うん、当たれば当たっただけ5設定の可能性が高まるというところで、まあ、予想するのはそんな難しくないんですけど、ただ実際ね難易度的にはね、実際のね当たれ外れるというところの難易度的には難しいと。あ、まあうん、まあ5台なんである程度ねその、まあ、自分の台の挙動とあと周りの台の状況で、まあ、見えてくるのかなと。そういうとこからもで、まあ、あの今日のねイベント内容からすると、
もう6か6じゃないかだけの判断でいいと思うんですよね。逆に全機種に設定6投入というところで中間設定なんかを意識しながら立ち回ってもまあ意味がないんで、そういった意味では割とこうなんでしょうね、判断の部分に関してはしやすいのかなと思うんですけど、チャンスになった、怪しいぞ、この台怪しいんですけども、とりあえず大移動してみましょうね。これだけ空いてるんですし、隣の台に降格確定の演出が出ず設定変更が微妙なことと空席が目立つ今のうちにとカニ歩きを始める突破地。ああこれは背置きっぽいですね。あれ違うのかな、よくわかんないですね。大移動しましょう。その後もなかなか降格確定の演出が出ず大移動を繰り返す突破地。やめましょう。結局5台を打ったところでこれといった台に巡り合わなかったことから2027セカンドの島から離れることに。なぜか1ゲームだけ回ってる台があります、空いてます、正直に言いますとよくわからないですなんか全台リセットっぽいな。当初の目論みが外れ新たなる台を探し始めるとパチ、果たして次はどこへ向かうのか。ここ空いてんの、あ一回当ててやめてんだ、対して潮の方も200ゲームを過ぎたところで何やら動きが。ちょっとね移動します。スイカも一個も落ちないですね。でちょっと悠長なこと言ってらんないんでね、ちょっとこう移動しますね。249ゲーム回したところでノーボーナスだったことと隣に0ゲーム台があることから移動する潮。するとそこへやってきたのは何、開いちゃってるじゃん。え開いちゃってるじゃん。いや俺がやめたぞ。なんでえいや思うところあって、あれこれゼロ回転だった。なるほど、あこれも空いてるわ。あの当たってなんぼのハードボールですからね、これ移動できる状況だったらね、ちょっと軽快なフットワークで、まあもうこの台しか空いてないんですけど、まああの今は打った台もその特に思い入れがあったわけでもないというところで、まあ、打ち手の信条としてはね、やっぱ設定6のボーナス合算というのを意識しながら打っているわけなんで、できればね朝一発目とかぐらいはねその設定6の、ね、ボーナス合算の分母内に収まってくれと。なんだニューパルス空いてんのか。ニューバルサーとハードボイルドが空いてます。どうしようかな、ニューバルサーかハードボイルドか。ハードボイルドじゃあ行こうかな。どっかで見たことある人が隣に来ましたね。まだハードボイルドの島設定ロゴが見えてきてないので打ってみます。通常時はですね、バーを狙うのが普通なんですけども、僕は赤7を狙って一番役を取ります。くしくも隣り合わせでの実戦となった突破地と後ろ、五大島のハードボイルドだが、果たしてこのどちらかが設定6を掴むことはできるのか。一応ね開始からまだ30分ぐらいで僕の左が、まあ、今2回目のビッグなんですけど、今のもバー揃いとかね設定差のないところから当てるんですよね。
本日初追加マスター1本左から押してマスター左から押してハードボイルド5台のうち今僕の左のお隣さんが、まあ、ビッグ2回であとどの台もボーナス0回でね大体400ゲームぐらいハマってるんですけど、どうなんでしょうね。でその左の台は設定差のあるところでボーナス引いてるわけじゃないんでね、これこれはもうダメですね。お、赤倒れてダメだ。すごいですね、壊れてますよ。ダメだこりゃ。あ、一枚役だ。しかしまあみんなボーナスつかないですね。まあ設置5台でまあそこに1台6が入るってことは残りはまあ普通に考えたら先生ってだと思うんですよ。っていうことはまあボーナスを引かない台が目につくのはね分かるんですけども、ちょっとねっていうことはどっかの台がだからちょっとものすごくその展開の悪いとか引きの悪い感じになってるんですよね、これね。こうなっちゃうとハードボールは難しいですよ。お、もしかしたら共通かもしれない。お、来た来た、これ共通だね。1なら 50%、 6なら3回に1回だから当たると微妙だってとこあるんですけどね。ありがとうございます。先にボーナスを引いたのは牛尾。ここまでの総投手は1万6000円ながらビッグボーナスをゲット。314ゲームちょっとね当たり方が低設定の可能性をが高まるようなね当たり方なんで何とも言えない節はあるんですけど、まあ、まあ当たらないことには何も始まりませんから。そんな牛をここでミラクルを引き寄せる。おお、来た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 、初めて引いた。初めて引いた500確定。あの何が起こったのかな。
ちなみにノーマルビッグ中完全外れ、設定135が 13,107 分の1、246が 21,845 分の1、まあ、あの偶数設定の方が引きやすい、あ、引きにくいというところでは、これまたちょっとその6以外の可能性をね高めるような要素ではあるんですけど、あら、もうこんなもんはもうね、もう完全に水物ですから、うん、まあ、素直に喜んどいていいと思います。この完全外れで最低でも ART500 ゲームを確定させた牛尾、果たしてここからどれだけボーナスを引き ART 上乗せをすることができるのか。ただね、ここで浮かれてちゃいけないっていう話なんですよ。この ART 中にだからね、どんだけそのいっぱいボーナスを引いて ART のゲーム数台引いて出玉をね、その上乗せできるかというところですけども、あ、角台開いた。約600ゲームでノーボーナスという角台が開いたが、ここは打ち続けることを選択した突破地。一人ね、今5台中左角の台が600ゲームかハマってやめてきましたね。ハードボールドのだから5分の1で設定6というところでは、ああいう脱落者が多くなるほどいいですね。設定6の確率が高まったことを喜ぶ牛尾だが、隣で打つ突破地の方にもチャンスがやってくる。お、来ましたね。リプレイリプレイ追加ですよ。特殊リプレイが揃ったんでボーナス確定です。あ、特定おめでとう。石川です。お、白白赤を否定しました。ということは白白白ですよ。やりましたね。あ、ズキューになった。やるじゃない。よし、567ゲーム、スーパービッグと。まあ、このビッグには設定さないんですけど、一等賞ビッグなんで OK です。やっと本日の初ボーナスを引いた突破地、果たしてここから反撃になるか。で、ART 突入ですね。スーパービッグは最低150ゲームの ART が確定と、2人揃ってのロング ART だが、このチャンスを生かしきれるのはどっちだ。ご来店誠にありがとうございます。最初のボーナスもね、決して早いところで引いてるわけじゃないんで、ちょっとここはね、お客さんが上がってきてくれないと困るっていうか、やっぱりこういう決定的な設定頑張要素がない機種っていうのはね、やっぱ腕に、うん、上に振り切れてなんぼだと思うんですよ。しかし2人揃ってなかなかボーナスが引けず、まもなく150ゲームを経過。ああ、楽しい時間が終わっちゃう。終わっちゃう。ああ、ダメですね。ああ、終わっちゃった。726ゲームでビッグ1回、しかもこのビッグは設定差のないビッグですね。ということは設定6の可能性がかなり低いと思います。まあね、ハードボイルドの終始だけでは勝ってるので、やめたいと思います。まあ、まだ設定6の可能性なんですけどね、とりあえず無難にやめときましょう。ハードボイルドでは9000円通して482枚獲得しました。さあ、何打とうかな。ハードボイルドでの直接対決に敗れた突破地、またしても大移動。
やめちゃめちゃ混んでるね。ジャグラーだ。お、どこかに7レーン KQJ 潜伏。なるほど。対してライバルが1人減った牛尾だが、300ゲームを超え、まだボーナスが引けず。ちょっと500ゲームノーボーナスで完走とかやめてよ。まあね、この出玉を増やしながら、ある程度その設定カンパ要素を得られるという意味ではね、いいんですけども、ただね、せっかくね、この500なんか引いたらね、ちょっとは出てくれと。また薄いの引いた。わーぞらい3200分の1ぐらい。できればビッグが良かったけど。やっと ART 中ボーナスを射止めた牛尾。ここはミッションボーナスだったものの、これをきっかけに流れを変えることはできるのか。おう、さっきの1万役っぽいですね。またそっちか。まあこれで累計が最低でも600円まだ行きますね。ハードボイルド残ってるのがもう僕と左端の台だけ。俺、わかんねえなこれ。自分でこうこの台打てて言うのもなんですけどね、結構危ういんじゃないかと思うんですよね。ここは終わっても文句言えないとこだ。600ゲーム。いやー、ちょっとしょっぱかったね。せっかくの600ゲーム続いた ART だったが、獲得コインはボーナスを含め約700枚と微妙な結果に終わってしまった牛尾。ここでハードボイルドの他の台のデータを確認して歩く。ぶっちゃけ良くないんですよね。良くないんだけど、周りにそれっぽい台が見当たらないと。今左端の台がボロボロっとビッグに3回かかってるんですけど、なんとも言えない。だから6のガスさんがまあ190ちょいちょいですか。で考えると今もう間もなく1000ゲームなんですけど、まあ、1200ゲームとか回して、いやだそのどこで1000を引っ張るかっていうことなんですよね。これまあ他に変な話設定6っぽい台がね、 あれ総臭いみたいな台が見当たるんだったらもうやめるとこ だと思うんですよ。まあ、変な話高設定の可能性をちょっと肯定するような要素は一つもないんで。島全体の調子が良くないことから、やめるにやめられない牛尾。果たしてハードボイルドの正解はどこに隠れているのか。いや困ったな。
30分近くホール内を歩き続けた突破地、やっと期待が持てる秋台を発見した模様。875ゲーム回っていて、ピック1回、レギュラー4回、このスモモちゃんという台はちょっとジャグラーチックな台なんですけども、レギュラーに設定差が大きくついてるんですよね。まあ、これを打ってみたいと思います。スモモちゃんにはですね、メロンに設定差がついてるんですね。設定6だけ 6.、まあ、2分の1ぐらいですね。設定5以下は 6.、まあ、5分の1ぐらいで揃うと。でレギュラーは、まあ、設定1で、まあ、400分の1ぐらいですかね。で6だと270分の1ぐらいで、この台は今875ゲームでレギュラー4回ですから、ね、かなりいいんじゃないかと思います。それでは実戦開始します。通常時はですね、この赤7の7の上にあるベルを中下段に狙います。でベルが下段に来たら中リールにベルを狙って右リールは敵と押しと。でベルが揃います。お、来ましたね。早くもパンチェリが出ました。この目はジャグラーと一緒で、光確定です。キュインキュインキュインってなりましたね。キュインキュインキュインはおそらくビッグ確定ですよ。130ゲームビッグ。あ、レギュラーでしたね。このね、キュインキュインキュインという設定はですね、あの 店側が設定できるんですよね。はい、130ゲームレギュラー。トンパチ、移動後わずか6ゲームでレギュラーボーナスをゲット。レギュラー中は適当押しで OK です。このスモモちゃんというキャラはですね、あのミルキーバーという台が大昔にあったんですけど、あの3回権利ものですね。このフィーバー中に出てくる女の子のキャラです。最近ではですね、なんだっけな、忘れちゃったな、なんか攻撃が出てるんですけども、2年ぐらい前ですかね。まあ、パチンコ台なんですけども、スロットでは初めてですね、このスモモちゃんを採用した台っていうのは。ちなみに今現在の状況でいうとね、前代ボーナス確率設定1位かっていうような状況なんですよね。いやー、わかんないもんだ。そしてリプレイが連続してる。お、熱いパターン。あ、行ったろこれ。これは行ったでしょ。リプレイ3連してるしね。よしよし。またそっちか。ドン。1ゲーム。ちょっと左端がいいですね。なんかね、朝700だか800だかはまったけど、その後コンスタントに当たってるんですよね。ちょっとね、あの左端がやっぱ怪しいですね。どう考えて今もスイカで当たってますね。だぞ。もう結構な勢いで ARD 決まってんだよね。
とこれやってみるか。もうだ ARD がねもうダメですね、開いてないですね。ハードボイルドはどうやら左端ですね。あっという間にもうボーナス6回。ちょっとここは一旦地に足をつこうと思います。もうあの今のね自分の置かれている状況を考えるとね、本当であればやっぱり ARD で勝負したいっていうのが本音なんですけど、ただまあねこの状況だともうじゃあ空いてる台目つぶって座って、あとはもう野となれ山となれということをやり始めるとね、また大変なことになりますから、まあ、本日おすすめの三三花花に一つかけてみようと思います。一方初当たりは早かったものの、その後追加投資に突入中の突破地。おお、来ましたね。バー7バーですよ。あーレギュラーですね。217ゲームレギュラー。では打ちます。おお、来ましたね。スモモちゃん、あーまたバーだ。バーばっか。ビッグ1回レギュラー7ですよ。おおすげえ、1100ゲームでレギュラー7が非常に6っぽいですね。しかしまたしても追加投資に入ってしまう突破地。よいですね、ビッグ最初に当たって7連続レギュラー。朝一は144ゲームでビッグ引いて、でその後、じゃあ1000ゲームハマってるんですね、ビッグビッグ感で。なるほど。おっと来た、クリですね。スモモちゃんとビッグかな。あーやっと来ました。やっとビッグボーナスを引き当てた突破地。このビッグをきっかけにプラス収支に転じることはできるのか。ビッグ中はですね、中右適当押しでリプレイが中段に転配したら左リールにチェリーを狙うと、それだけです。でおそらくねこの三三花の島に関してはおそらくっていうか、うん、あの一応は6みたいな感じじゃないと思うんですよ。なのでちょっとそういった意味ではもし仮にちょっとこう食いつぎが良かったりすると長期戦になるのかなと。っていうかまあ長期戦に持ち込まないでもダメなんですけどね。でまあねやっぱ最初にね腰を下ろす段階ではなるだけ合算のいい台を選びたいんですけど、こうあんまりまだ稼働してない状況その時はやっぱりレギュラーの確率がいい台を選ぶに限ると思いますね。まあ、ビッグに比べて設定感覚差が大きいというところで、うん、比較的早い。牛を移動後一発目のボーナスは投資3000円でビッグボーナス。このビッグ中ね、このあのサイドランプが点灯点滅した時にチェリーかスイカのが成立してるんで、その時だけしっかりフォローすると、1と6でねこのスイカの確率が倍ぐらい違うんで、
あ、ザクルートも設定のからビッグ1回につき1回ぐらい出ちゃう感じ。1は逆にビッグ2回に1回ぐらいの割合なんですよね。おお、来た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 、よし、いや悪くないんじゃないの。まあ現状は本当何連か程度のマイナスなんでね、ここねちょっとつながってくれればプラス域はもうすぐそこなんですけどね。まあ自分でハマったわけじゃないですけど、この前のボーナスが、430ゲームぐらい、まあ中ハマり食らった後なんでね、ちょっとこの辺はちょっとなるだけこう早いねリアクションをこう期待したいところなんですけど。お、リプレイ5連、そんな難しいの引かなくていいからボナスコ。やっとビッグボーナスを引き当てた突破地だったが、その後が続かず現在200ゲームを経過中。いやー来ないなー、あ、飲まれちゃった。せっかく引いたビッグは1487ゲームでビッグ2レギュラー7、やめれないですねこれは。ジョゴン勝ってきましたね。302ゲーム、おー、ビッグです。キビカリですね。お、これは分かんねえ。とりあえずチェリーを狙いましょう。はい、お、ビッグですよ、ビッグ。よし、メロンが100回揃いました。717ゲーム回してメロン100回ですね。ちょっと設定5以下ですね。レギュラーは3回、ビッグ3回と、ボーナスはいいですね。ビッグ239分の1、レギュラー239分の1と、まあ、メロンはダメなんですけども、まあ周りの状況的に設定6の可能性が高い台は、ああおじいさんの台か僕の台、隣の台も良さそうですけどもね。どうなんですかね。まあもうちょっと回してみます。よっしゃ本当びっくりする。あーバーだ、78ゲーム、おまけ。あ、出ましたね、2画目です。115ゲーム、おー、ビッグです。よし、
ゃあ130ゲームですね。お、130ゲームでビッグです。結構調子よく出てますね。よしよし、いいぞ。挟み撃ちで、ね、ここに7が止まるとね、味覚なんですよね。まあ、ビタが1コマすべて。これは3コマ滑りなんでダメです。まれに入ってますけど。このスモモちゃんで約800枚のコインを得た突破地、無事プラス収支に転じて前半戦を終える。2028ゲーム回しましたね。はい、前半戦終了の時間が来ました。まあ、うん、ボーナスはねそこそこいいんですけども、メロンが 7.16 分の1勝、ちょっと悪いです。後半戦もこのまま続けるつもりですが、とりあえず前半戦は終了ということで、お疲れ様でした。結構強気っぽいような台も多いですね。その前日、あ、前々日か、すごい回数ついて、で昨日も出てるみたいな台結構目立つんですよね。これも昨日は、まあ、7500枚当たってるけど、ビッグ30回のレギュラー18回、まあ、ちょっとレギュラーが良くないけどね。飲まれる寸前。お、そしてスイカ、あれあんのかなこれ。いや、首の皮一枚って感じですね。ビッグ2回でスイカ2回、ここは申し分ないんですけども、当たりが重めなので、ここはちょっともう連チャンしてください。お、112M、まあ、ギリギリ早いというやつが来ましたね。118ゲーム悪くないね。この時どっち光るか。左は奇数設定のが選ばれやすい。あのスイカを揃えた時に左が光る割合は、奇数設定が 63% で偶数が 37% なんで、まあ、うん、まあもちろん1回じゃ分かんないですし、ね、やっぱこのある程度回数引いて判断でどっかな、まあ、5回ぐらい見ないと何やかんやってね、倍近く違うとは言っても、うん、まあ、ブレるときはブレますから。やっとボーナスもつながりだし、調子が上がってきた牛尾だが、100ゲームほど回したところで気になる台が空き台になった模様。ああ、こっちの方がいいだろうということであれば移動します。はい、総ゲーム数が1338ゲームでボーナス11回と、まあこっち打ちますよね普通に考えたらね。
そうですね、今まで打った台、まずボーナスがついてきてないっていうのがまず一つと、陸中のスイカがね、陸3回引いて2回か、そこをもうちょっと経過を見たいっていうのがあったんですけど、そこが1箇所良かったぐらいなもんで、冷静になってみると、レギュラーも1回しか引いてないんで何とも言えないところありますけど、それでも一応ついたのが左だったというところでは、今日花花島にも当然設定力が入ってるでしょうし、というところではね、やっぱ設定力を何だったら意識したいと、試合に入れたいというのが当然僕の心情なわけで、これやっぱちょっと粘る理由としては弱いのかなっていう気がしますよね。現状これに関この台に関しては僕よりいいぐらいの確率でボーナス当たってますし、これがこの後も継続するようであれば、面白いのかなと。今前任者の方が辞めてから累計ボーナス間で今400ゲームを超えたんですけど、このハマりを抜けたら何かが起こりそうな気がしますね。要はこのハマりにこのハマりを食らうまでは、要はね、1000ゲームちょいちょいでビッグ7回レギュラー4回っていう当たり方をしてたわけですから。そして510ゲームまで回したところでボーナスが引けないままに前半戦が終了。はい、ボーナスを260ゲームから打ち始めて今500ゲーム超えちゃったんですけども、1587ゲームでビッグ7回レギュラー4回、もうちょっと、様子見てみようかなと思います。ガサも言ってもそうですね、150分の1よりいいぐらいの数値で来てますんで、とりあえず後半もうちょっとこの台で様子を見ようと思います。はい、パチンコパチスロ最強データサイトデータロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れでした。なんかさ、ハードボイルドでさ、初ピックでいきなり奇跡なの聞いてたで。来ました ね。あれがね、あれどうなった。ミッションバース2回おお、上乗せしてで終了。終了で、しかも ART 中に三択の10枚があんまり落ちなかったから600枚ちょいちょいぐらいで終わっちゃった。せっかくの奇跡が。そうですよ、なんかしたら419枚。ハードブルド結局はね、やっぱ左端でしょうね。ね、あれ途中で開いたんだけどね。そう、朝750、60ぐらいで、僕のPPPP を聞いてやめてったわけですよ。そうだね。結局あれだったんだよな。でもあそこには座れないですね。あれ昨日一番解説ついたとこなんですよ。あ、そうなんですか。13回ですけど、ちょっとあそこはね、選べる状況だったらちょっとあそこは行かないでしょ。でもね、そこしか空いてないっていうようなぐらいだったら行きましたけど、俺途中で来たじゃん。もうちょっと遅ければね、空いてたんだけど。でもあそこは座らないでしょ。800近く余ってるよ、いきなり。そうだね、なかなかね、あそこにはペイドインできないと思います。で、33ファイナル移動しまして、なんかちょっと微妙な感じで、どうなんだろうなっていう感じだったんですけど、ちょっと合算いい台が空いたんで、こっち移動したんですけど、今ちょっとハマってるんですよ。なんで四十肩なのに。その叩いてるの。左手叩けるかな。肩こうやって痛いけど、割れ大丈夫。あ、そうだ。この辺クスローはね、もうスポーツだよ。ガツンガツンって叩いてる。ガタガツン。あ、そうですか。はい、いいっす。ください。得意の設定変更ハブス。セカンド。はい。カニ歩き。ぶっちゃけよく分かんなかった。
はい、あ、よく分かんなかったよく分かんなかったよく分かんないし、空き台もいっぱいあるし、まあやめとこうと思ったらね、ハードボイルド行ったら後ろプロがやめただからあいつだってまあこれ6だと思ってまあ同色ビッグ、設定差のないビッグを引きまして、でトータルゲーム数からまあ6じゃないだろうと判断してやめました。あで482枚流しまして、その後つももちゃんですよ、はい、なんか調子いいみたいですね、はい、この台はですね、アイムジャグラーと似たようなスペックなんですけども、似てるじゃないと似たようなスペックなんですけども、はい、でレギュラーがね結構ついてたんで、打ったところレギュラーがねポコポコって当たって、はい、あこれはね似合うぞ、で現在1200枚ですね、ハードゴールドの分と入れて、で今のところまあちょい浮きですよ。だから3枚数足っていくとちょうどどうだろうな、まあ、500枚600枚700枚ぐらいのさ、うん、だと思うんですね。まあビッグ 1,2 回でね、そう繰り返るからね、ビッグ 1,2 回分の差ですから、うん、まあ、何が起こるかわからんぞと、うん、いうところで、とりあえずつまらない戦いかもしれないですけど、光物対決で、そうですね、ただね、状況的にね、もう ART 機だからまあ電気が高いところであるとか、設定乾杯要素が多くの機種とか、まあ、埋まっちゃってるじゃないですか。で多分今空いてる台って多分ね相当危ないんですよ。だからそこにちょっと補欠に入るっていうのはどうなのっていうのがありますからね。まあこのような結果なんですけども、まあね ART になっても出るときは出ますよ、はい、でまあ、うん、現状まあ突破さん若干プラスですし、僕もね、まあ、最低限プラスに持っていくというところにおいてはまだ十分狙える範囲内にいますね、うん、だってもう1時間2時間でねビッグ10回とか引けるときあるじゃんね。ちょっと頑張ると思いますよ、うん、はい、まあという感じです。でじゃねえかという感じです、はい、といったわけで、はい、後半戦どうなるか分かりませんが、次回もお楽しみに。さよなら。これからの僕はどうすりゃいいって、今までの僕に尋ねてみたけど、君がいて背中を押してくれるなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。